渡辺沙夫です。このビデオではレシーブをマスターしていただきます。目で見て覚える、それは上達の第一歩です。すべての鍵はまず理想的なフォームを身につけることから始まります。そこであなたは画面の中の渡辺沙夫プロ本人になりきり、ご自分がプレーしているつもりでリラックスして全体の動きを捉えることが必要です。そして何度も繰り返しご覧になってください。きっと理想的なフォームがあなた自身のものとして身につきます。
Thank you.
よし、よし。これもスペシャルショットの一つなんですけども、自分がサーブやってる時ただサーブやるんじゃなくて、今度はバックハンドですね、逆回転のすごいのをかけてね、このようにかけるショットなんですけども、これはやはりこういうことをやることによって、まさかそんなことを相手がやると思わないんで、非常に相手に与えるダメージが大きいわけですね。ただこれは女性の方は特に手首をすごく使うんで、無理してこうひねったりすると腱鞘炎の元になりますんで、気をつけてこういう練習をしてみてください。でこれコツさえ覚えればできるようになりますので、皆さんも一つトライしてみてください。
このビデオのもう一つの活用法をご紹介しましょう。理想的なフォームが身についたならば、続いてあなたご自身のテーマをお作りください。試合の中では決して同じ条件などありえません。そのためには様々な場面展開を想定したレッスンが必要です。そこであなたはどこを強化したいのか、ポイントを絞り込み、テーマを決定することです。そのテーマに即して改めて繰り返しビデオをご覧ください。それによりさらにパワフルかつフレキシブルなプレーが得られるのです。